イツの子ども向けテレビニュースの報道姿勢。ドイツでは国営放送系列のテレビ局で毎日19時50分から10分間子ども向けニュースが放送されています。現在世界で起きていることについて、このニュース番組の対象年齢である5歳から13歳ぐらいまでの子どもたちがよくわかるように編集され報道されています。ウクライナ紛争、中東情勢、またユーロの問題など、子どもそして大人にとっても複雑な事柄もこの番組を見るととてもよくわかるようになります。子どもたちも時事問題を知りたいという欲求がありますし、大人そして社会はそれに応えていく必要があります。ドイツにもおもちゃ会社がスポンサーをしている民放がいくつかあり、自社製品の宣伝時間を長く取ったり、放送内容も質が高いとは言えません。しかし、国営放送の子ども向けニュースは大変よく作られています。ドイツの大変多くの親たちは、自分の子どもにこのニュースを見てほしいと思っているのではないでしょうか。おととい、この子ども向けニュース番組の冒頭で司会者がコメントをしました。今回の墜落した飛行機会社の社長に群がる報道陣の写真とともに、私たちは今日どんな放送をするか、どこまで放送をするかということをスタッフとともに考えました。メディアは報道の自由があり、それは保証されなくてはいけません。しかし、亡くなった方やご遺族のプライベート、尊厳を傷つけることは禁止されています。よってこれまでも多くの生徒が亡くなった学校の様子を遠くから映すことはありましたが、直接関係者や生徒にインタビューすることはありません。ということを視聴者である子どもたちに向かって番組を作成した大人が本当に伝えたいと思うメッセージを伝えました。これからを生きていく子どもたちに、企業思想、企業利益、また政治思想にとらわれない真剣な真摯なメッセージを伝えていく姿勢はとても良いと思います。